1>, 1インチ VTR、1インチ VTR とはテープ幅1インチ 25.4mm のオープンリール型ビデオテープに映像信号を記録するビデオテープレコーダーの総称である。日本では通常 C フォーマット VTR のことを言い、放送業界の用語ではインチやオメガ、オメガとも言う。2インチ VTR、4ヘッド VTR、クアドラプレックスに比べ、 機器が小型で初期コスト、維持コスト、保守及びテープコストが安価であり、かつ、タイムコードを除く通常音声が2トラック、備えられていることから、1978年9月から日本で開始されたアナログテレビの音声多重放送においての放送送必要 VTR としても使われ始めたこともあり、1980年代に急速に普及した。しかし、 1987年からの、それより価格がはるかに安くて、高画質かつ高音質なデジタル VTR の登場に伴い、1990年代に多くの放送局での主力フォーマットの座を D2VTR など、それに譲ることとなった。しかし、1インチ VTR で録画されたビデオテープの再生や2インチ VTR で録画された、 それが後に1インチのそれにダビングされたのが非常に多いため NHK アーカイブズや民放キー局をはじめ多くのテレビ局、ビデオプロダクション等で過去の番組の再生用の VTR として現在も活躍をしている。世界的な標準になったのはスンプとタイプ C、通称 CE フォーマットと呼ばれるアンペックスとソニーが両者の方式を統合して スンプトに提案し規格化されたものである。特徴としては、オメガ、オメガ巻きと呼ばれるテープ走行形を用いた方式で、ビデオテープを直径約 134mm の回転ヘッドドラムに約354度近く巻き付けるヘリカルスキャン方式であり、残りの6度分のテープとヘッドが接触しない部分を記録するため、主ヘッドから、 回転方向に30度だけ先行させた副ヘッド、進化ヘッドと呼ぶで記録するという一点をヘッド方式を採用した。副ヘッドは主に垂直基線区間を記録するもので、規格上はオプション装備である。編集機能が優れていたため放送局だけでなく番組制作プロダクションでも広く採用さ、プロダクションや放送局間でのテープ交換標準フォーマットにもなった。 機器の形態としては2インチ VTR がおおむね、水平面のテープ走行形を採用したのに対し、走行形をおおよそ垂直に立て、装置ごとラックマウントできるようになっていた。局外での取材用に、ポータブル型の製品も開発されたが、ニュース取材、インではすでにカセット式の有機核が登場しており、その後ベイタカムに移行したためオープンリールの本、 フォーマットの機の利用はこの分野では限定された。本フォーマットで特筆すべきこととして、実用上完全なスローモーション及び、静止画、スチル再生を可能にする技術が開発されたことが挙げられる。もともと一つのフィールドをヘッドドラムの位置回転で記録する。この方式においては、スロースチル再生はそのままでも可能であったが、記録時とテープ速度が異なる。 遅いか止まっているためヘドと記録トラックとの相対関係がずれる。このためトラックの当たり部分でノイズが乗っていた。これを避けるためアンペックス社はビデオヘッドを圧電素子を用いたアクチュエーターに装着しサーボ制御で位置を補正するという AST 方式を開発した。この機能は記録機と異なる装置で再生を行う場合の互換性を保証するためにも用いられた。 ソニーではこの機構をダイナミックトラッキング DT と呼んでいる。その他の規格としてはアンペックスがソニーとの規格統合前に発売していたスンプとタイプ A、欧州で普及したボッシュ社のスンプとタイプ B、公的な規格化はされなかったが、日本国内で CM 層出用して普及した NEC の D フォーマット、あとの2フォーマットはテープを回転ヘッドに360度。 巻き付けて1ヘッドで記録再生を行うアルファ、アルファ巻き方式であるなどが挙げられる。これらの VTR ではコンポジットビデオ信号はそのまま帯域が7から10メガヘルツ付近を使う周波数変調方式ダイレクト FM で記録される。例えばタイプ C ではビデオ信号の電圧レベルに応じて次のような周波数の対応があった NTSC 方式の例。 また、音声は、長手方向の専用トラックにオーディオテープレコーダーと、同様な方式で記録される。通常2チャンネルの音声及び1から3チャンネルの、頭出しやタイムコードなどを記録する固定ヘッドを得ていた。ヘリカルスキャン VTR に共通して言えることであるが2インチ、VTR と比べて、記録再生に伴う、ジット成分が大きくカラー信号の位相が正確に、 再現できないため、そのままでは放送画質に達しない。このため、デジタル技術を用いたタイムベースコレクタ TBC を開発することで実用化することができた。なおベータや VHS などの家庭用 VTR では色信号を分離した上で周波数の低い領域に記録する定期変換方式を用いることで TBC なしでもカラー位相を安定化できるようにしている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。